今日の動画は夏に向けてます。はい、皆さんこんにちは。ヌーロン番組のヌーロンです。今回ですね、セリアで購入したスクイールと匂い玉を買ってみました。私普段匂い玉とか使わないんだけれども、バッグの中の匂いってさ結構消えないじゃん。だからこれ1個バッグに入れとくといいなと思って、3つガチャガチャ3回やってきました。これは可愛い。いくらやってみましょう。はい、まずセリアでゲットしたスクイールなんですけど、今回はプリット豆。どこに行ったんだろう、プリット豆って。今回の第2弾なんですけれども、結構前私これ第1、いやこれも第2弾だよ、わかんないけど入れ物が変わったんで買ってきました。これ入れ物ボッコボコだったんですよ。だからボッコボコなの全部だったんだけれども、まあ中こんな感じ、まあ中はブチだからいいんだけれども、今回はちゃんと、まあ触ったらボコボコになるけれども、なんとかされてます。結構ちゃんとした袋に入ってます。一つを開けて一つを開けない方式で入れます。中の豆の柄は一緒になってます。特に物は変わりないです。はい、続いてになります。続いて私欲しいのが出るまで3回やったんですけども、3回で出ました。まずダブりました、2個。いい匂いだと思ってる。全部で1、2、3、4、5個、5種類あるんですけれども、私はこのラムネが欲しかったです。この古い感じのラムネの方、2個ラムネあるんですよ。こっちの普通のラムネでもいいんですけど、こっちがいいですね。でこれ一つ一つね、水色は爽やかな匂い、桃色は甘い香り、緑色はみずみずしい、こういうホームのいくつかです。みずみずしいです。みずみずしい香りで、黄色は元気な香りって、ちょっと嗅いでみたかったね黄色で。紫が優雅な香りなんです。で私紫が2個ダブったんで、優雅な、全部ラムネなんですけども、これがね一番なんかおしゃれ。なんか1回200円になってます。どれくらい持つんだろう。おばあちゃんの石鹸の匂いするよこれ。石鹸の匂いするよ。匂い玉取り出せないかね。これ優雅な香りなのかな。石鹸の匂い、なんだろう、ラベンダーの石鹸の匂い。はい、次、これは妹がよく使うみずみずしい香りになります。これ気になるよね。全く同じ匂いだったりしたらマジ笑うよね本当に。あ、スースーする匂い。こんな感じ。いいね。ミント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 、これも一言で表すミントです。これはいい匂いなんじゃない。次ラスト、これさっきと一緒。って感じ。それではぜひ皆さんこのガチャガチャやってみてください。楽しいです、面白いです。多分何が出てもいいと思うんだけども、ぜひね、私が一番気になる元気な香りで、ラインナップの中でとやっぱ緑色のこの、みずみずしい香りが好きです。桃色も甘い匂いっていうのはもう絶対桃の匂いになってますねこれはね。私この元気な香りは多分オレンジの香りかわかんないけど、でも入るみたいです。中は香り玉が下に入ってます。こんな感じでぜひ皆さんやってみてください。それではバイバイ。